皆さんこんにちは、遠藤です。今日のポイントは6月終了です。ということで6月30日水曜日、今日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終わり値は 28,791円53銭、昨日比マイナス21円08銭、小幅ながらも3営業日続落となりました。今日のポイントであります6月終了について、5分足チャート、日足チャートを使いながら見ていきましょう。まずは5分足チャート、こちらになります。今朝が終わりましたニューヨーク市場は上昇、ダウは小幅に反発プラス 0.03%、 ナスダックは続伸しプラス 0.2%、 連日で史上最高値を更新。S&P500 は4営業日続伸プラス 0.03%、 こちらも連日で史上最高値更新となりました。それらの流れを受けて日経先物は反発してスタート。日経平均もこちらプラス83円70銭の 28,896 円31銭と反発してスタート。その後上げ幅は一時100円を超え、29,000円ところに迫る場合ありましたけれども、戻り売りに押され失速。その後は揉み合いながら全引けはプラス2円49銭の 28,815 円10銭と、かろうじてプラスで終えました。5番は前日終わりを挟み、小幅ながらも上下に動く展開が継続。狭い範囲の中ですね、大引けにかけて売りに押されマイナス圏へ。結果、マイナス21円の 28,791 円で着地をいたしました。今日で6月が終了となりましたが、今日もですね、方向感のない一日となりまして、改めて6月の場中の動きを振り返りますと、月半ばにですね、大きく動きがあったという程度で、それ以外は日々材料に乏しく、場中の商いが細い日が続いた月であったと言えるでしょう。次に日足チャート見ていきます。こちらです。現在ローソク足は緩やかな下向き75日線の下に、横向き25日線の下に位置。 MACD はデッドクロス中、今日で2営業目ですね。でさらに一目均衡表は逆転中であり、買いはやはり危険と言えます。さらにチャートは下降をトレンド中と言えます。6月最終日ではありますが、本日も商い乏しく、この25日線を割り込んで終えていることから、やはり上値が重くなってきていると判断できます。次に週足チャート見ていきましょう。こちらです。現在上向き39周線の上、上向き26周線の下にローソク足が位置しております。一目均衡表は逆転中、そしてマックリーはデッドクロス中となります。トレンドは現在上昇でも下降でもない揉み合いと言えます。月足チャート見ていきましょう。上向き24ヶ月線の上にローソク足が位置、一目均衡表は三役好転中、マックリーはゴールデンクロス中、トレンドは上昇と言えます。以上から明日以降の日経平均株価の上下値目処としましては、日足チャートに戻しまして、上値目処は6月15日につけた高値 29,480 円85銭まで、そして下値目処は5月13日につけました安値 27,385 円03銭までと見ております。テクニカル的に見て、日足様子見、週足様子見、月足買いとなり、常に同じ方向を向いておりませんので、今後の戦略としては2つ。1つ目、スイングに置いてある様子見第一としながら、個別の状況を見ての短期スイング、または2つ目、デイに特化したトレードをお勧めいたします。さてデイトレードにおきまして、今日は皆さんいかがでしたでしょうか。本日用の注目銘柄4937和空をはじめ、337のバイクモードの利確銘柄多かったですね。
明日7月1日用の注目銘柄は現在7銘柄ほど見ております。A 株 BTS の動きで注目銘柄入れ替えることもありますが、一つ一つ見ていきましょう。一つ目、8202、今日ストップ高で終えました、ラオックス。場中何度も剥がれる場面がありましたが、美薬商の成り行き買い注文分1469万株を残した状態でのストップ高、大きく入ってきましたね。特に5番。そして2つ目、2170、リンク&モチベーション。こちらはストップ高、782円を1時58分につけましたが、まあ終わりで見ると、782円、ストップ高、剥がれて終えております。プラス 13.82%、商いもしっかりと入ってきており、これからさらに一段高となるかどうか、明日注目をしてみていきましょう。そして3銘柄目、ラオックス同様、大材を出た6925の牛尾電機。こちらは日経500採用銘柄となります。ギャップアップスタート後、売りに押される場面がありましたが、その売り物を消化しながら大きく上昇。プラス 13.40%、出来高393万株、しっかりとこちらも入ってきております。明日、今日の高値38円、2038円を捉えて、さらに一段上を行くかどうかですね。こちらを見ていきましょう。4銘柄目、6532、ベイカレントコンサルティング。こちら、まあ、大型ですね。39,900 円、プラス 9.16% で終えております。商いも今日はかなり入ってきております。53万株ということで、商い伴いながら、明日、さらに一段高があるかどうか、こちらも見ていきましょう。5銘柄目、6618、大泉製作所、おととい出した銘柄ということになりますね。1220円、プラス 7.29%、商い。108万株ということになります。一段高となっておりまして、この一段高の動きが明日もさらに高値つけに行くかどうか、こちらも注目して見ていきましょう。6銘柄目、再び出しております。3923ラクス。今日はプラス 3.68% で超えております。出来高は202万株。こちらも同様ですね。先週からずっとこれ、出来高しっかりと入ってきている状態となります。もう一段上があるかどうかに注目をしてみていきましょう。売りが強くなってきている踏み上げがどこまで続くのかということですね。そして最後、7銘柄目、4071、プラスアルファコンサルティングです。こちら、今日上場初値付けました。2822円で終えております。上にヒゲが長い部分がありますが、このヒゲの部分を明日消化して一段高なるかどうか見ていきましょう。ちなみに今日の高値は2968円となります。以上、7銘柄となります。これらの注目銘柄と合わせまして、皆さんご自身でチェックしている監視銘柄を含め、チャートと板を見て判断しながら明日のトレード頑張っていきましょう。また、現在、デイトレ地区7月規制を募集しております。本日、締め切りとなります。こちらになります。7月から9月までの3ヶ月間集中してデイトレードを学びたい方、歴は長いのにどうしても含み損になってしまう方、ぜひご入塾ください。このように仕掛けた直後に含み益、もう含み益で悩まない SEK の3ヶ月デイトレ塾。下を見ていきますと、スペシャル特典が7つあります。利益倍増個別レッスン、売買ルール解説動画、全生放送録画視聴券、受講生専用のチャットグループ、超実践的上級テクニック動画、専用デートで個別レッスン、そして最後、期間内なら通常価格より10万円割引参加権利となっております。ルールを徹底しながら実際に実践トレードをしていきますので、失敗をなくすことにつながります。本日、締め切り日となっております。皆さん、今日を逃さないでください。皆さんのご入塾、お待ちしております。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と今日少しでも参考になったという方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。明日の前場のデイトレの配信も楽しみながらリグイを行っていきましょう。では失礼いたします。